はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、財前葵です。さあ本日なんですが、マリンセスをね改めて組み直してきたんですけども、これなんで今更あのマリンセスお前組んでんだって話なんですけど、これマリンセスありえないほど強化が入ってまして、これなんでかっていうと、あのジーランティスっていうモンスターがこれもう実質マリンセスモンスターみたいなとこなんですよね。もはやもうめちゃくちゃ強くて、これマリンセス使うと、これなんでかっていう話をします。マリンセスはかなりリンク1のモンスターが強くて、でしかも安定した、モンスター前にモンスターを出すことができるんで、結構リンク数を簡単に伸ばしていくことができるんですね。だから割と簡単にリンク4までつなげられるんですけども、これリンク4までつなげたところでモンスターに盤面突破能力そこまで高くないですよね。まずバブルリーフは打点が高くなるのとどうするだけなんで、あんまその盤面に触る能力がなくて、でアルゴロートは一応水属性モンスターがいればバウンスできるんだけど、まあ、1枚しかバウンスできないっていうことで、まあ、割とそんなには強くない。で、じゃあどうやって突破していっていたかっていうと、今まではアクセスクロードとかね、使って、まあ、展開していって、盤面除去してたんですけども、これが、コーラレモネの効果と相性が悪かったんですよ。水属性しか出せなくなっちゃうっていう縛りの中で、フィニッシャーを用意するのが一回大変だった、マリンセスは。そこでこれ、コーラルアレモネのこの水属性縛りの中でこれ使うとマジで強いんですよ。なんでかっていうと、ジーランティスっていうのは、自分のメインフェーズに発動できる効果でフィールド上のモンスター全部除外しますと。でその後この効果で除外したモンスターを可能な限り元々の持ち主のフィールドに特殊化できるよっていう効果があるんですけど、この特殊召喚するのは自分なんですね。要は僕なんですよ。僕がその特殊召喚する。でマリンセスのコーラルアレモネっていうのは水属性モンスターしか特殊召喚できないよっていう縛りがつくんで、これ相手のフィールド上に水属性が水属性じゃないやつ、闇とか光とかがいたとした場合、ジランティスで相手のモンスターを除外した後にコーラルアレモネの縛りがつくから水属性以外帰ってこれなくて、相手のモンスターが一方的に除外されるだけになるんですよ。これがめちゃくちゃ強いです。でさらにジランティスっていうのはリンクのマーカーがこういう風になってるんですね。これ上下左右に、でこれをマリンセスたちはかなり相互リンクしやすくなってまして、まあコーラルアレモネだったら上と下、下と左で、ブルースラックだったら下で、シエンジェルだったら左みたいな感じで、これねかなりね相互リンクが作りやすくなってまして、で相互リンクされてる状態だとジーランティスってフィールド のカード破壊できるんですよ、相互リンク状態の数まで。これがねだからジーランティス相手のモンスターを除去した後にこの効果で魔法トラップも除去できるみたいな感じになるんで、これめちゃくちゃ強いです。もうマリンセスとの相性抜群となってますので、まあ早速ね、このデッキ見ていただければなと思います。あ、ちなみに怪獣を相手に送りつけた後に怪獣を返してもらうっていう動きもできますんで、はい、これはまたそのギミックを中心にしたデッキで別途やっていこうと思ってますが、はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、ブルータに引けてんの強すぎますね。ブルータン使用数、まあ、これは結構ハンドとしてはかなり強い。これは一回スプリンガールかな。スプリンガール回収しに行ってスプリンガールを拾ってで新エンジェルリンク先出してってやっていくと多分リンク数伸びるんで、これね相当破れないと、ちょっと新エンプラスなんかアルコノートみたいなの出ないできないんですけど、多分アルコノート自体は多分かなり簡単にこのハンドであれば出そう。はい、まあ、ウララとかゾウジーも一応ケアはできているハンド的にはね。ちなみに財前葵っていうねキャラクターがまあ使ってるわけですよ、このマリンセスティ。おー、いいね、いいね、マジ。え、ウェーブめくれたら強すぎ。やべえ、これなんか上振れてる、上振れの極致みたいな、マリンセス上振れの極致みたいなハンドしてるじゃん。財前葵っていうキャラクターが使ってるんですけど、僕一応自分娘いまして今、4歳になるんですけど今年、うちの娘の名前葵って言うんですよ。はい、財前葵から取りました。嘘です、すいません。バトルオーシャンを持ってくるのに加えていく。でバトルオーシャンを発動で、よくカタパルトタートルを釣り上げている女をちょっと出してカタパルティングタートルを、釣り上げている女を出す。で女の効果発動、ブルータンでいいや。はい、これスプリンガール出してもランク4いけないっすもんね。ちょっとね
まあ、残念ではありますけど、ちょっと深淵は無理ですね。まあ、でも妨害的にはかなり墓穴の、無限法要もウェーブもあるんで、まあ、強いっちゃ強いですけど、俺はクリスタルハートかな。クリスタリングハートだね。はい、本当はね、バハシャー持ちしていくと結構ね、バハムートシャーク自体が素材になってめっちゃ強かったんだけど、やっぱ持ち帰りがいなくなってちょっとやっぱ弱くなりましたね。マリンセスもかなり出しやすかったんで、もあの持ち帰るをね、これで聞け。まあその代わりジーランティスが来たからちょっと若干ね、相手の盤面を突破する能力っていうのが少し上がりましたけどね。ちなみにこのバトルオーシャンの、効果は常に発動できるんだったら常に発動した方がいいんですけど、どこに誘発で撃たれるか分かんないんで、相手にね。ただちょっと僕はめんどくさいんで、もう最後の方にしかやらないですけど、一応アレモレとか出すときにもバンバンバトルオーシャン発動して装備した方がいいです、本当は。はい、その方が、一応なんかその誘発撃たれてそこで止まっちゃったみたいなときに安心なんでね。はい、で、まあ、全部一応装備して、でアルカノートは相手のターンに、なんだっけ、魔法トラップを止めれますと。でクリスタルハート素材になってるので、効果かけませんと、バトルオーシャンあればね。まあちょっと墓穴とこちょっと難しいですか。墓穴 と、無限保養をセットして、これ両方どっちか使うと、ウェーブが手札から打てるんで、ウェーブは、マリンセンスのリンクモンスターがいると手札からぶん投げられるっていうテールトラップカードで無限保養みたいなことができるんですけど、これをどっちか発動することによって打つことができるという感じですね。スクリームいいや、スクリームでシェイレンね。オッケー。んーと墓穴あるし無限応援もあるから、まあ、そこそこね、盤面的には強いと思いますし、あとこれ4307効果もいけないっていう感じなんで、今それがめっちゃ強いからと。シェイレン、シェイレン、ゲルド、まあ墓地はなかなか強力。なるほど、まあ、ケツ穴は確定した方がいいよね、多分。さすがにケツ穴確定をさせていきましょう。でまあ、このままケルドの効果が使われて、戻されるかもしれないですけど、まあ、使わせたということにして。さあシェイレンがいなくなるとちょっと困りますので、相手もね、シェイレンがいなくなるからまあ戻す。 OK。 あー、僕のマンダリンちゃん、マンダリンじゃねえや、パスカルスちゃんが、僕のパスカルスちゃんが、これ一応墓地からね、マリンセスのカード回収できる効果を持ってるんでめっちゃ強いんですけど、相手意外とマリンセス分かるかもしれないな。ハウフニス落ちた、オッケー。ハウフニス落ちた。まあ、今、バトルオーシャンが存在している場合、このアルゴノートは効果を何も受けないよっていう、耐性が付与できてるんですね。クリスタルハートの効果によって。やるべきハウフニスの効果発動します。いいですよ。で、まあ、出てきたモンスター、キトカロスに、まあ、ウェーブか、無限保養当てて、いけば、まあ、多分このターンアルゴロード突破されることはほとんどないと思うんですよね。で、まあ、ホタプカーが一回無効になってるので、相手のなんか、ペルレイノからの起動とかは一応防げるようにはなってます。無効にして破壊がやっぱ弱いっておかしいんだよね。無効にして破壊してはいけないカードがあるのおかしくないですか。いかれてるっしょこのデッキなんかこのクソみたいなデッキのせいで、だから無効にして破壊するっていう敵とか弱くなっちゃってるんですね、今。遊戯をね、行かれちゃってるんですよね。レイノハートあんのか。まあでも、意外と僕も手が強かったんで、めっちゃ止めれますよ。相手も手数えぐいですけど。で、無限法要で、レイノハート止めていく。これだいぶきついんじゃない?これもう融合の手数なんか、もうなんかムドラでなんかアギドしてるみたいな。あ、ムドラでケルドしてるみたいな感じじゃないと無理じゃない?これ。俺が止まってくれそうな気がするけどね。で、魔法トラップカードは一応、アルゴノートさん止めれるんで、まあ、ここから魔法トラップでまくってくることは多分無理で、まあ、拮抗勝負とか引かないのいいですね、アルゴノートがいると。はい、アルゴノートで拮抗勝負止めるってことができるんで、それは強いです、普通に。今、拮抗勝負めちゃくちゃ飛んでくるからな。リンク、ダルク。あ、俺、闇属性いたっけ。あ、だー、クローか。なるほど。クロー。あ、これギガンティックスプライトかなんかで、いやでも攻撃表示4300だから無理だね、多分。アーゼウスは乗っけられないと思います。はい、しかもなんかレベル1や、あれ DD クロード誰くで、あー、ユニコーンか。なるほど。あー、バトルオーシャン戻されると、これちょっとアルゴロード戻せ、アルゴロード。あ、いやいや、うまいな、おい、あいつテキスト読んでるな、分かれてたな一応
アルクロートは何の効果も起きないんですけど、バトルローシャー戻されるってことは打点が高い、打点が100高い、でかい打点がユニコーンより100高いのはでかすぎる。でそうですね、いやこれ1体出しといてもあんま変わってないからあんま関係ないか。ここはブルータンからかな。まずブルータンを召喚しました。でブルータン効果発動、マリンセスモンスター1体墓地へ送るという効果なんかある。まあ、ちょっと一回ね、マンダリンちゃん落として、マンダリンちゃん出していきますか。お、くちゅくちゅくちゅマンダリンを出して、はい。はい。で、回収から、シーエンジェルから動いてもいいし、ブルースラックから動いてもいいんだけども、まあ、一応、ブルースラックよりも、シーエンジェルの方で、先にサーチするような圧かけて、相手の誘発っていうか、ステカード踏ましてみたいなところがいいかな。でもサリークか、どうせあれサリークだろ、あれちげえから。ああ包容か、偉いな、なるほど。あーまあじゃあシーエンジェルのサーチは通らない。では打点を作りに行かないといけないんですけども、とりあえずシーホース出しに行きましょう。シーホース出す、よいしょ。でそうですね、とりあえずブルースラックですね。でブルースラック回収、はい。また無限になんか墓地のリソースを拾いまくって、石津いないから、今がチャンス、石津いない今がチャンス。さっきの墓穴はここで効いている。そして一旦これジーランティスぶち込みに行く前に水属性縛りをつけたいんですよね。水属性縛りをつけて、水属性しか特殊召喚できないっていう状態にしとくと、相手のモンスターだけ除去れるっていう最強のね、まあインチキムーブができるんで、まあ一回シーホース回収して、はい、よいしょ。ほんでこれでもう水属性しか俺出せないんですよ。水属性しか出せない状態でアルゴノート1体でリンク召喚してジーランティス出していく。 OK。 でアネモネ効果回収で、これでマリンセスウェーブ回収して OK。 で水属性縛りがついているこの段階で世界流ジーランティスの効果で、はい。でこれちなみに今僕水属性しか出せないっていう縛りがついてるんですね。はい。なんでこれ何が言いたいかっていうと、相手のモンスターのトロイメアユニコーンって闇属性なんですね。出せないんですよ。はい。一方的な、あまりにも一方的すぎる除去をね、ぶち込んで、で、これ打点足りてます ?1400、1200、1500、2000、2500。足りてるな、多分。相手がね、水属性以外のモンスターであれば、すべてのカードを除去することができるという、最強の効果。そして、これ、リンクもなんか好きにいじれますからね、これね。この後に。最強でしょ。はい。対戦ありがとうございました。いやーうん、回れば強いこのデッキは。あーなるほど、何も初動がない、まあ、増殖する G をなんか魂で闘志に行かざるを得ないといったところ。炎武天気よ、炎武天気 OK。 これ画面シールも来てるから、まあ、一応画面シール相手送りつけて、で送りつけた画面シール戻してもらってみたいな動きできるんですけど、これじゃ G なんですよね。はい、これなかなか強いんですよ実は。その動き水属性だからさ、画面シールは G ランティスで帰ってこれるんですよ。しかも元々のコントローラーのフィールドに、つまり俺のフィールドに。そこで画面シールと G ランティスのコンボも結構強いから、それでデッキも組もうとは思っている。まあ、結構怪獣 G ランティスね。キットの効果にまあ投げるしかないんだけど。さあ高校ゲームに参加させてください、よろしくお願いします。遊戯王させてください、僕に遊戯王座、遊戯王拒否、遊戯王拒否のお知らせ。いやマジでさ、このゲーム高校どうやって勝つん。モンスター横並べすぎじゃない、やりすぎなんだけど。物量作戦じゃん、コズミックサイクロンしか来ねえし、コズミックサイケロンしか来ないよ。こっちでは参戦の際で、ドローするカードによって頑張るしかないんだけど、
後ろ除外したいです効果、まあ、レッドなんでモンスター効果1回無効にされるところはあるかもしれないですね。まあ1回コズミックサイクロンを連発して打って後ろの不確定要素だけ消しといて、はい、リボルト OK、 ガメちゃん出しに行くしかないですよね。ガメラ出しに行くしかないですよね。でこれ多分レッドリリースしたら多分これエルフの効果使ってくれるでしょ。これモンスター効果無効にしたいでしょ相手。ちょっと頼む使ってくれ。あ、オッケー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 、一応参戦の際は打てる、参戦の際は打てる。いやこの2ドロー、この2ドローにかかってんの草なんだよ。2枚ドローするしかねえもんな。ちょっとご用意なつも、はい、おお、おある、あ、あるか。パスカルス効果、まあ、一応レッドがいるんで破壊されますと。もしリンクモンスターかエクシズモンスターをリリースされるとモンスター効果発動、あ、でレッドで破壊、いやこれいけるんじゃないか意外と。いやなんかこういうワンチャンあるで、パスカルス破壊されます。はいはいはい、オッケーオッケー。で一応パスカルス除外して出せるもんね。結構俺ハンド強かった意外と。じゃあはい、でナーベル、オッケー、ナーベル効果、まあ、ケーラスかなんか持ってきて、あ、オッケー。でもう妨害ないから、スプリンガール、パスカルス除外で特殊召喚。いやこれリンク4まで行くのか。シーエンジェル打つしかないでしょ。シーエンジェル、あ、リンク4までは行かないか。あ、いや行くけど、サイバース縛りつくな。ダメか、 G ランティス出ないわ。いや惜しかった。あと1体出力できれば一応 G ランティスまで行けたんだけど、多分これアルゴノートとか、バブルリーフ出す前にスプラッシュメイジ出さないと間に合わないから。いやこれサイバースチュマですから、海竜族なんですよね、G ランティスが。これ G ランティスで全部吹っ飛ばせるんですけど、一応出せればですけどね。ちょっとリンク数が足んねえな。で、まあ、スプラッシュメイジするしかいいんですよね。で、メイジして、メイジからのコーラルして、で、コーラルでスプラッシュメイジ蘇生してみたいな動きして、一応リンク4につなげることはできるんですけど、リンク4につなげること自体はね。ただちょっとさすがに足んねえなっていう感じはする。いや惜しい、あと1枚だったな。でこれあと1枚でしたね。ここね、今サイバー縛りついてるんで、一応これで、スプラッシュメイジは蘇生できて、でここでリンク4はつなげられるんですけど、 G ランティスは出ないんですよね。まあバブルリーフ行くしかないよこれ。じゃあね、これ脳筋女で殴る以外に道がないぞ俺は。ゴリラで殴る、ゴリラってか、要するに冷静に考えるとこいつ衣装的になんか若干天津若津に見えてきたわ。天津に見えてきた、天津に。これでウェーブあるから意外となんとかなったりする。打点が高いだけの、ちょっとだけたまにドローするだけの女です、これ。これ、まあ、一応打点ゴリラみたいになりますけど、ね、たまに殴るしかないんですよね。一旦ぶん殴るしか道はないんですよね。これガメシエル返してもらうムーブできんかったので、一応エルフをぶん殴ります。はいはい、でメイン2入ります。でウェーブセッティングします。エンド、まあ一応怪獣とかで避けられるとウェーブ手札から打てなくなるんで、まあ、伏せるかどうかは余裕があれば伏せた方がいいかなと思ってます僕は。個人的にはね、余裕があれば、枠にね、魔法タップの枠に伏せだったら、あのバトルローションで装備してるカードがめっちゃあるんで、なんかちょっと枠埋まっちゃうから伏せないんですけど、今回はちょっとめっちゃ余裕あるんで伏せました。まあ一旦ワンドローしたいんだけど、あーなるほどね、ワンドローさえもワンチャンも作らせにはいかないと。いいでしょう。いやーこれね、ただね、鉄獣入ってたからなんか意外と枠辛いんじゃないかなと思うんだよね。相手エクストラのエルフとか2枚入ってんのかな、まあ、エルフは2枚入っててもおかしくない。全然ケラス、あー、まあそれはまあでもウェーブで一応向こうにはできるよ。これギガンティックスプライトとエルフがあと何枚入ってるかによるんですよね。ちょっと一旦ウェーブでこうが、ケラスの
初年効果無効にして一応リンク4は出させない、シュライク出てきたら終わるんで出させない。でグレートバブルリーフで打点が上がる。5000やばい、打点になってきたぜ。打点がやべえことになってきた。ゴリラ、これがこれ相手もしかしてこれゴリれない、これはい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 、なるほど。参戦で死ぬ、これ参戦でパクられて、これ6000でしょ、6000、1万2000出る。5678910245678910、出ないな。1万1700ギリ耐える、300耐えるわ、300耐える、300多分300、いや違うわ、600か、600耐えるんじゃねえかこれ。で参戦の際パクるしかないわな、パクるし、あ効果受けないわ、忘れてた、マリンセスウェーブの効果で、このターンリンク2以上のマリンセスモンスターは相手が発動した効果受けないぜ。つー、脳筋5000、なんで効果受けない、バケモン爆弾、いやこれは耐えただろゴリラで、このゴリラ強くて草なんだけど、え何、あトロイメン行こう、いいよ、あでアクセスか、なるほどなるほど、なるほど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 、これ打点で抜きに来るやつね。あーオッケ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 ー、了解。いや打点には弱いです、ちなみに、ちなみにバブルリークさん打点にめっちゃ弱くて5000これやるとやばい。はいはい、すいませんでした、すいませんでした。いやでもねこれねダイブあるから、まあ、結構ねダイブ1枚から動けると思うんだよねこのデッキ。なんだかんだでいらな、いらな、マジでいらないわ。ダイブ発動で、ダイブ効果で自分の墓地からスプリンガール特殊 OK で、1体でとりあえず、ブルースラック、これで、墓地のマリンセスを回収できるので、ブルースラック効果で、スプリンガールで、スプリンガール効果でなんか落ちる、スプリンガールで除外して打って、出すで、パスが落ちた、でブルースラックを回収、あ、スプリンガール回収で、スプリンガール効果、マリンセス除外して、これ特殊召喚、はい OK で、シーエンジェル、ほいほい、でシーエンジェル効果と効果で、バトルオーシャン持ってきて、はいで、ジーランティス行って縛りつけてアクセス戻ってきません、でもいいなこれ、でもいいし、とりあえずコーラルアレムの効果、はいでバトルオーシャンは活動しない。これでさあれだよね、明治蘇生して、分かったわ、これね明治からの、まあどっちでもいいか、スプリンガール特殊召喚するでしょ、でアルゴノート出して、ほいほいとほいほいはいはいほいはい、でコラールの効果、まあだいぶ持って、あウェーブ持ってくるか、ウェーブ持ってくる、やばい65しかない、でバトルオーシャン効果、これで打点鬼アップするっしょ、でアルゴノートでバウンスしてこうでしょ、特殊特殊じゃない、装備装備で装備4300、こっからリンクス伸びるのすごいよ、で戻す、はいオッケー、あ俺召喚金使ってないわ、神出したら勝てんじゃね、戦略神、あバトル、え強くね、このデッキ最強じゃん、最強デッキできた、対戦ありがとうございました。何もない、うん
まあ、手数は出そうですけどね、これね。ブルータン、シーホースマンダリン、サイバネットマイニング。なんか割と手数は出る可能性はあるが。リフレクターか。珍しいな。で、バスターモード見せて、バスタービースを磨いてくる。はい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 。いいですよ。これ誰だろうな。パワーツーか。OK。ブレイビング。何を装備するんだこれ。ブレイバーとかいうモンスターなんかあのクソデッキにもガチデッキにも使えてめっちゃいいモンスターですよねこれ。で妖刀竹光1枚装備で妖刀竹光装備を解除して、自身対象に取り効果を無効にするか表示形式を変更する。妖刀竹光の効果発動を燃え竹光、うわキメーカード入ってな、メインフェーズ1を、竹光カードが発動すると、次の相手のメインフェーズ1をスキップするとかいう激キモカード。うわなんだこれ、ターンスキップ系か、時を飛ばす、んこれディアボロもしかして。やばい、何その伏せカード2枚。いやもう絶対これバトルフェーズ入れって言われるやつじゃん。マンダリン、はい、うん、お邪魔トリオ、何思ってたかと違った、なんかあれじゃないの、バトルフェーズすぐ入れみたいなじゃないのこれ。そうすると完全にターンスキップできるみたいなさ、トラップトリック、あ何何バトルマニア、相手フィード上の表が表示モンスター全て攻撃表示になり、まずい、俺バトルフェーズ入んないといけないんですかこれ。え、これ300万ダメージ受けるのこれ、破壊されたら2500、2500、2500、300、300、300、え、これ俺死んでないですか、これ僕死んでません、いやな、俺は殴りたくない、どうしてどうしていやだいやだ、うわー嘘。